こんにちは、会長です。今回ですね、ヤバすぎるキャラをね見つけてしまったので紹介していこうと思います。このね、石ころなんですけど、もうカチカチすぎてね、カチカチなんですよね。今シーズン、リンネシーズンだったんですけど、まあ、リリルルと並ぶぐらいめちゃめちゃ流行ってましたね、上位では。まあ、ていうぐらいね、今激アツで、あちあちでカチカチなココリコなんですけど、まあ、何がすごいってね、ブレドラを採用してるんですよ。いや、またブレドラかみたいなね感じだと思うんですけどね、ココリコのブレドラはガチで一味違う。これはいい、バナやば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 、はい、やれる、ナイス。まあ、リコってね、本来号令集荷のとか、まあ、レンジ集荷のとか、まあ、そんな感じで組むから、まあ、ガンナの通常とか、まあ、2発か3発ぐらいでねやられちゃうんですよ、240あっても。まあ、ただこちらのねブレドラココリコはブレドラを採用して防御がめちゃめちゃ上がってるんで、ガンナーの通常もね、まあ、3発4発ね余裕で耐えるんですよ。まあ、5発耐えることもあるし、6発耐えることもあるかもしんないねっていう感じで、まあ、ついにねこの体力の低さをカバーできるというね最強の弱点を克服してしまいました。はい、なんかめちゃめちゃ前行くんだけど、もしかして AI のお方ですか。頑張んなきゃいけないやつやん。ダメか、張った。これはやります。やっていく。あぶねー、一発耐えたー。まあ、これもブレドラの力なんでしょうか。どうしようね。めちゃめちゃやばい。どっかで死なないとやばい。死んでいく。リンネもやばい。リンネもやばかった。エチェスある。そんなことはないか。そんなことはないか。正直いろいろとやばいんだけど。やばいね、やばいね、やばいよ。痛い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 、 やばい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 ちょっと焦ってます。OK 飛ばす。なんとかなんとか耐えたい。避ける。裏見ていただきたいところではあるんですけど、危ない。うーん、取られちゃった。どっちかしかいけないねん俺は。さすがにココリコにドアは詰めないねんっていうね。まあ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 、ちょっとリーガーに殴られてさ、まあ、結構耐えれたよね。結構耐えれたと思うんですよ。まあ、これがねブレドラの強みでもあり、強みであります。バト割りだとねみんなすぐ AI になるんですよ。 BM 争奪戦でタスキルがかなり流行っているんで、まあ、流行ってるって頭おかしいんですけどね。そうみんなしちゃうからちょっと童話にならないんで、フリーバトルで2位できました。50固定なんでちょっとおもろいかもしれない。これ A 触ってもよかったな。まあ、デッキは似たような感じで、まあ、ちょっとねコラボも詰めるので防御寄せで来ました。ナイスやり。だったらちょっと攻めてみようかなと思うんだけど、えい、いいんじゃない、詰めていきたいところ。とりあえずダッシュ、レンジ、これブレドラやっていく。まあこれ死んじゃうかもしんないんですけど、しゃあない。まあ探偵者食らうけど、どっかで死なないといけないから。あれー、帰れるー、生きてるー。硬いね。やっぱガンナーの通常そんなに痛くないわ。まああとね収穫のが、まあ、ない弱みも一応あるんですけど、まあまあなんとか触ろうかな。硬
貫通2枚のね、まあ、ウェポンがたくさんある強みで何とでもなるんで、ヒーロースキルを貯めてから展開してもいいかなって思ったんですけど、味方がなんだかんだ強かったのと相手が前来なかったんで、まあここ迷うよね結構。このさバグドステージの床が上がった時に、まあ、どっち行こうかなとか味方どっち行くかなとか迷うと思うんですけど、まあ相手によってとか、まあそういうところもあるんで、なかなかに難しいところではある。詰めていきたい。やっていく。 OK。 まあまあまあ全然削れてないからまだいける。おっと、なんだそれは、なんだそれは、なんだそれは、またまたタスクが切れてしまったか。ナイス。おお、早いな、ヒーローアクション。やっぱ来そう。来ない。まあ、15秒だから引いていいな。勝ったかな ?OK。どうですか、皆さん。硬いでしょ。硬いよね。うん。まあ、ブレドラがあれば、まあ、出来入れが、まあ、多少低くても、防御さえあればなんとか。なるかもしんない。ならんのかな ?200 ぐらいあれば240相手にも全然戦えると思うんだよね。うん。まあマイナス4、50ぐらいだったら、まあなんとかなるかなと思います。まあブレドラは誰でも持ってるんで、まあなかったらね、フリーバトルでちょっと試してみてほしい。はい、最後はね、集荷の積んできました。今シーズンはリーレルが流行ってて、そのアット1として使われることが多かったので、ブレドラアレンジ結構流行ってたんですけど、まあただね、野良とか、まあ、他の固定だったら、グラナートも防御高いんで、まあ、集荷の積んでも正直ありなんじゃないかなって思ってます。ってことでね、ブレドラ集荷のしてます。これ最速で味方のカバー行こうかな。アスナは結構タイマン強いんで、なんだそれ。ナイス対応は対応はとかさ、めちゃめちゃ切るタイミング難しいかなって思うけど、今のは結構グッドタイミングだね。僕が合流する、まあ、ちょうどいいタイミングで吐いてくれたんで、下ろしちゃったな。ナイス。あれ全然食らわない。あれ、これ裏任せよっかな。食べましょう。なんかノコの通常食らわなかったよね。これブレドラのおかげですかね。純粋にダッシュ入ってたからかな。ダッシュの継続時間がちょっとわかんないんだけど、まあ、多分ダッシュのおかげかもしんない。まあダッシュ当ててもさ、わりかし貫通することあるから、まあ、その貫通を防ぐっていう意味でもブレドラは強いよね。まあただお母さんがまた流行ったらダメだし、貫通環境になってもダメだし、桃鍋。さあ俺の方来るのか。ごめんね、やらかした。アスナさ、
ダッシュの範囲が広いから、先っちょでダッシュしたら、判定が結構早いんだよね。少しカウンターが遅れてしまったんですけど、これは中華の差し込める。ナイス。中華のは中華のでやっぱり刺さる場面多いね。うん。あれ、なんか降りてった。あれ勝ったかな。よーし、ナイス。いいね。まあ、派手なプレイはあんまりないんだけど、まあ、場面場面で、まあ、硬さとか、まあ、貫通の強さとか、まあ、そういうところね、見せれたら、まあ、よかったなって思うんで、まあまあいいんじゃないでしょうか。まあ、ブレドラだったらね、まあ、さっきも言ったんですけど、誰でも持っていると思うんで、まあ、一応、まあ、もしかしたら入りすぎて、まあ、どっちかがね、修正入るっていう可能性もあるんで、まあ、リコ自体は別にそんなに強いわけではないと思うから、まあ、強いっちゃ強いんだけどね、まあ、下方入るほどではないと思うから、まあ、調整また難しいところではあるんですけど、まあ、もしかしたら、まあ、もしかしたらしちゃうかもしれないんで、まあね、まあ、こういう時に、まあ、流行ってるうちに使うっていうのもね、コンパス楽しめるコツだと思うんで、ぜひ皆さんやってみてください。はい、ありがとうございました。バイバイ。